乐算了，吃上去。西崎さん，ほら西崎さん，その中の校舎内に残っている生徒は、行きましょう。西崎さん。じゃあ私も。この学校で教育よろしくお願い。あなた、みんな体育館にいるわ。あなたも早く避難して。何？言いたいことがあるなら言ってみなさいよ。あの、わからないの？あなたが存在してることよ。何？待って。どうかしましたか？
に。本当？二度とこのが…もう。トイレに…誰か。西崎さん、君とは運命的なものを感じていたよ。君が入学してから嬉しいよ。やっ石崎さん、偉くなったのね。あら、どうして？何ぶつぶしておきます。いつもみたいにもたもたしている。あらの、いいです。この扉の鍵は、あ、職員室。動かせれば。
ください、先生。あ、待って、いい気味だわ。前からあなたが嫌いだったのよ。どうして？待って！ありがとう。それにしても、軽いんだけど、職員室にストーブがあるはずだから。それより、渡りろ。それなら、職員。それじゃ。逃げ遅れた生徒を探しに来たら、校舎の壁に張り付いてるんだもん。びっくり。石崎さん、教室で何かしてたの？実は、綾乃さん、それ、本当なの？わかったわ。後でこ、彼氏いるんですか？教育実習に来てその質問、今はいないわよ。今はっていうことは、どうかな。私の学校は人とっていう場所にあってね、知らないかな。当時はすごく大きく報道されてたんだけど、首都島の話なら、私が見ている目の前で沈んでいったの。学校だけじゃ、よく遊んでいた公園も、まあ、だから、でも、まさかまたこんな目、確かに、こんなに運が悪い人。でしょ？でも、やっと落ち着いて。石崎さん、
大丈夫？辺見先生のことは。それじゃ、みんなのところへ行きましょう。比嘉先生、すみません、遅れてしまって。みんなは先に救助されました。それまでここで。西、体育館の扉の鍵だ。どこが似てるんですか？本当によっこれをあげるわ。なんて。ここまでの事態になっているとは。もう。あの、何に驚いているんです。こうなっては。君たち。この水は。この町はどん。一緒に逃げましょう。1号館の奥。私はここに。比嘉先生。はい。西崎さん。
してあげるって言ってん。でも何かしたとかしてないとかって生きる価値のないあなたを。そんな、どうするの？いい君だわ。今までのことを謝ったら助け、本当に。ごめんなさい。最後に笑うのは私なのよ。かっこいい人。かっこいい。そうか、俺は。
心配しなくてもだい？自分が生きてることこのままね。それなら今すぐに。そうね、その頃には石崎さん。綾乃さん、君です。助け、綾乃さん、どうしました？私をいじめないんですか？ごめんなさい、もし綾乃さん、今まで私にひどいこと、ごめんなさい。あなたが落ちるのを見ていてあげます。そんな、お願い。綾乃さん、遺言があるなら聞いてあげますよ。そんなこと言わないで、お願い、助け。綾乃さん、もうすぐ私に会わなくなるから嬉しいでしょう。そんなこと、そんなことない。お願い、助けて。綾乃さん、あなたがいない三学期が楽しみです。いや、そんなこと、お願い。綾乃さん、今さら謝ってももう遅いですよ。綾乃さん、あなたが私を助け、ごめんなさい。お願い。綾乃さん、私はあなたがこの、そんな、私と綾乃さんの関係が変わったんです。綾乃さんは私に助けを求めてきました。さようなら、綾乃さん。許したりなんかしません。西崎さん、今まで、無事だったのね。よかった。それじゃあヘリに乗
張りをつけられたり。でも私と綾乃さんの関係が変わったんです。崩れた階段で綾乃さんが落ちそうになった時も。